はい、こんにちは。前チャンネル前原です。今日はこちらですね。ドラゴンクエストモンスターミュージアムカプセルバージョンです。ちょっとね、大きめの、ドラクエのモンスターが入ったカプセルトイなんですけども、これはね、中に何が入ってるかすぐね、確認できてしまうんですけれども、開けてみましょうか。はい。硬いね、これ。よし。はい、ラインナップは全部で9種類みたいですね。スライムでしょ？スライムベス、メタルスライム、バブルスライム、はぐれメタル、ゴースト、これ何？リリパッド、キラーマシン、あとゴーレム。この9種類みたいですね。で、今回出たのはこちら。はい、こちら、スライムベスですね。ちょっとね、柔らかいっていうか、なんかこれプラスチックかな。下はこのような感じになってます。はい、以前紹介したクリスタルモンスターズ。それのスライムはこんな感じなんで、若干大きめ。そしてこっちの方がなんかよくできてるね。ディテールがいいですね。ちょっとマットな感じになってるし。さすがにね、1個だと寂しいんで、あと2つ買っております。これも開けてみましょう。まず一つ目が、こちら、メタルスライムです。いいね。これね、メタル感が少しあるかもしれない。クリスタルモンスターズのメタルスライムはこんな感じでしたね。両方可愛いね、やっぱね。モンスターミュージアムカプセルバージョンの方は、特にね、何も、ストラップとかついてないので、このままね、置いておけますね。いい感じですね。そして最後の一つがこちらでしたね。キラーマシンです。これいいんじゃないの？すげえよくできてる。足がちょっとね、ひん曲がっちゃってるからちゃんと立たないかな、これ。ちょっと調整が必要ですが、いい感じですね、これ。こいつ強かったよね、確かね、キラーマシンってね。やっぱね、こういうのあると前みたいにやりたくなっちゃいますよね。